影中ですか？これはスマホで写真を見ていたんです。先日みんなと一緒に常夏パークというところに遊びに行ったので、あこちゃんと今井さんがたくさん写真を送ってくれて。常夏パークご存知ですか？私は遊びに行くまでよく知らないところだったんですけど、もともと泳ぐのは苦手ですし、テーマパークのように人が多いところも。でも楽しかったです。きっとロゼリアのみんなと一緒だったからかもしれません。想像できませんよね。私もロゼリアのみんなとプールに行くなんて考えたこともありませんでした。みんなで一緒に遊んだりとかそういうことはしないと思ってましたから。だから常夏パークに行くことにユキナさんが賛成した時は驚きました。私の勝手なイメージですけど、ああいう場所はあまり好きじゃないと思っていたので。でもそんなことはなくて、当日も私やみんなにたくさん話しかけてくれてすごく嬉しかったです。そんなユキナさんを見てたら、そのなんとなく思ったことがあるんです。もしかしたらユキナさんも私みたいに自分を変えたいと思ってるのかなって。ああ、その思い違いかもしれませんけど、ただもしそうだとしたら、自分のためじゃなくてロゼリアのためのような気がします。ユキナさんがそこまでするのはロゼリアのためだからのように思えて。そうですね。気になるのなら本人に聞いてみるのが一番ですよね。もしユキナさんも変わろうとしているのなら、同じ気持ちを持つ仲間として心強いです。私はまだまだですけど。え、私も変われてますか？あ、そのありがとうございます。私を知っている人にそう言ってもらえると嬉しいです。少しずつでもなりたい自分に近づいてるんだって思えるので、理想の自分にはまだ程遠いですけど、いつかは胸を張れるように、これからも努力していきたいと思います。